はい、基本一人です。いつもありがとうございます。3月8日、平日の、午前9時半ですね。今日はね、弟作業所休んでもらってですね、床屋にまず連れてきます。その後ね、とにかく、いつも通り、お昼ご飯を家で、母親と3人で食べたいと思います。ということで、まずは、床屋に行ってきます。はい、今日は床屋でビフォーアフターということでね、ヒゲも剃らずに来ましたね。なかなかむさいヒゲが生えてます。相変わらずもみあげが立派ですね。髪の毛もね、ちょっとボサボサな感じで、まずはね、床屋をやってもらう前のアフターをちょっとビフォーか、撮っておきましょうということで、はい、こんな感じです。はい、業務スーパーちょっと寄りましたね。これを買ってきました。パウンドケーキ168円なんですけどね、母親がね、どうやらね、バームクーヘンよりこっちの方が好きらしいんで、買いましたね。そして床屋に行きますね。はい、ちょっと待っててね、ちょっと待っててね。はい、どうでしょうか。いいね、かなり、綺麗になりました。ちょっと後ろ向いて、はい、こんな感じですね。はい、なかなかうまくできたんじゃないかな。はい、これで1800円ぐらいでしたね。素晴らしい出来です。元気ですか。はい、きれいになりました。はい、お疲れさんね。なかなかこれいい感じになったね、髪型、うん、爽やかな、爽やかなね。1800円でひげも剃ってもらって、うん、爽やか、いい感じ。それでね、眉毛もね、うん、長いやつ切ってくれたし、あ、そう、耳毛も綺麗に、これ本当だね、うん、ここにね、ちょんちょん出てる、ね、いつも出てたわけ、この耳毛が、うん、耳毛も綺麗には今日やってくれた、うん、今日の人ね、しげちゃん初めての人だけど、あ、そう、おとなしいしね、うん、ここでね、何回もやってもらってるって、ヒゲもね、うん、カミソリもちゃんと使えますので、うん、おとなしいので指示もね、だいたいわかるんで、うん、こうやって首をこうやってやれば大丈夫ですよって、うん、わかる、うん、こうやって上上げるのも大丈夫ですのでって言ってね、うんうん、最初に言ってやったらね、うん、あ、大丈夫ですよ、任せてくださいっつって、うん、やって割とジャンプやってくれた、うん、よかった今日の人、うん、ね、お茶飲みな、せんべいかなんかちょっと食べるけ、ひげちゃん。他のおやつをあるでいいよ、おやつ、うん、
やつも持ってきたで。お母さん、パウンドケーキの方が好きだっていうの。これ。うん、パウンドケーキ。たまんない。何より、パウンドケーキ。何より。何より。他のより。うん。あと、黒飴ね、俺最近好きな。うんうん、お母さんも好きだって。あ、そこにもあるね。うん。予備で買ってきた。バナナ買ってきた、久しぶりに。うん、あ、そう。いいやつあったもんで。うん、これ97円かな。あと、パンパンやめてクリームパン。あれ、しげちゃんの、あれだね、知らんのが多いね。うん。意外と。意外とね。ね。これお母さん、好きだもんで最近。うん、かりんとう。かりんとう買ってきた。これね。いっぺんに食べちゃう。うん、なるべく食べんようにいっぺんに。あとは、豆腐。これはクリームだね。丸松の餃子。はい、これもしまっときます。これ餃子？うん、これ餃子また買ってきちゃった。たくさん食べてもいい。しげちゃん、最初のとこへ行くとね、うん、あの、ま、要するに順番待ちするわけじゃん。うん、真っ先にね、座りに行く。そう。ドアが開くじゃん。いらっしゃいませ、うん、ちょっとそのまま直行しちゃう、椅子のところに。うんうん、ダメだよ、ダメだよ、って言って、うん。待ち合い室の椅子に座らせて。順番にあるもんね。うん、先座る。先座っちゃう。それあれ里芋も入れただね。はい、入れたわ。美味しそうできてるじゃん。さつまいも全部やっちゃう？わからん。うん？半分ぐらいにしとく？これこの前や。3分の1ぐらい残しとく？うん。うん。そうだね。堂々としてるで、しげちゃん。床屋に入ってるの。しげちゃんが一番立派、あの、堂々としてる。床屋で。床屋で？お客さんちゅう顔して。ああ、そう。どういうことだいな。なんか堂々としてるな。なんだか。自分が一番です。一番のお客ですよって。障害があるのもみんなわかるけど、あ、このぐらいならいいなと思って見てもらう。はい、まだ大丈夫だ、はい、ね、ちょっと強引に入れすぎたけど、うん、いいよ、うん、いいよ。はい、いただきます。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 味噌汁どうかな。天つゆどうかな。半分。はい、ご飯、うん、しげちゃんのご飯、はい、しげちゃん、あ、これ俺のご飯、しげちゃんのご飯、はい、はい、どうぞ。やっとだ。やっとご飯だ。やっとご飯。はい、いただきます。
ご飯かもか。ゆっくり食べてね。熱い？熱かった？ご飯が熱かったじゃん。あー、うん、おいしいらしねちゃん。あ、そうだ。飲みな。飲みな、これ。うん。2枚しか来てないの、でも。いら、それと、どんな、これまた。2枚だけでいい。これ最近買ってきた T シャツ。うん、いいあ意外とね、縮まないだ、それが。縮むの予想してね、大きめのやつ買っただけで。うん、生地厚いね、うん。そのオレンジのやつね、なかなか意外と縮まないだ。うん、だちょっとしげちゃんだと大きい。うん、LL でも。この長さで、うん、うん。もうちょっと縮むかなって。まだ、あんまり洗ってないら。もう洗ったと思うよ。おしげちゃんかき揚げいっぱい食べるですよっつったら、作業じゃないグループホームのスタッフの人がたまにはたくさん食べてきなねって言ってたね。しげちゃんやっぱりね食べたそうな顔してるって。量決まってるら、うんうん、もっと食べたいなっちゅう顔してるもんだね。うん。今日は思いっきりじゃあもうちょっと食べれそうだねっつって。うん。うん。隣の人のおかずを手出すことはないけど。なんか食べたそうな顔してるって。うん。早いもんだね。食べるの。早すぎるで食べるの。ねえ、おにぎりなくなっちゃうで俺もらっとく。あれないね。よいよいよい。天つゆ欲しい？うん、少し。グエパシキちゃん、ご飯食べ始めると顔の表情良くなる。あの、うん、もうそろそろかき揚げばっかり、玉ねぎばっかり好きやもんで食べちゃうで。うん。
これ食べな、これたまには。味噌汁も美味しくできたね。うん、すごい。もういいらしげちゃん、そろそろだいぶ食べたに、ね、あなる。ご飯食べないよ。お芋が甘いこと。うん。ね。うん。あそこにまだ天ぷらあるけどね。うん、もうしげあれは取っとくけ。うん、ね、うん、もうしげちゃんこれ以上食べてもだいぶ食べたでな。美味しかったら。ちくわあるこっち。うん、いっぱいある。それ。これちくわ。そう。これ食いつけれんもんでね、お母さん。かき揚げの方が食べれるな、歯が良くなくても、うん、これやるね、うん、これはごちそうさんだもん。はい。ちくわが重なってた。うん。もういいらしねちゃん。最後に1個じゃあ、玉ねぎをね、最後に1個だけ。これ食べても終わりです。ね、ここで終わり。おしまい。お母さんもいいのかな？もういいの、うん、まだご飯が残ってるね。あ、あれがあった。白菜の浅漬け。ああ、そうだ。俺も食べる。しげちゃんにもこれてみる？うん、ちょっとやって。あ、ただ出すの忘れちゃった。うん、ちょっとこれ食べるよ、うん、はい、食べてみな。美味しくできたよね。うん、美味しい。よく噛んでよ。天ぷらの後いいね。もう行くの？うん、はい、ごちそうさま。ごちそうさま。よいしょ。トイレは？